うわガルパンだな。ガルパン。おはようございます。しんのすけ呼んでしペルペルです。本日は東京都にありますウエスタン火災店様にてペルペルダブルパニック収録させていただきます。本日の日付が2月の10日土曜日ということで、今日から、土日月の、3連休ウエスタン系列さん3日連続で収録させていただくんですけども、初日今回はウエスタン火災店様にてガールズ&パンツァー最終章。1ゲーム目でやりましたよ。138枚です。ゲームベル7回からのチャンスゾーン、いや何もないですよ。ない、本当にない。はい、それでは、スマスロ戦国乙女4乙女調査始めていきたいと思います。この台のグラフがこんな感じです。3000枚ほどへこんでる乙女で乙女調査開始。1ゲームやめですね。ボーナス後1ゲームやめ。今2スルー、1スルーか、ボーナスは1スルー、ガルパンで2024枚、投資して561枚回収でマイナスの1463枚です。ガルパン自体はで、ガルパン出た500枚ちょいの、出玉を持って移動してきました。いやー、やっぱいいですね乙女は。もう暑いですから今、いつフリーズするか分かりませんからね。1日最低1回フリーズは当たり前な気持ちで今日も行きたいと思います。若干久々です乙女打つの。3日間乙女を打ってません。毎回1台以上は挙動がかなりいい台ありますんで、今回は真ん中か、そのお隣さんも朝からずっと粘られておりますんでいいのかなと思います。この台に関しては、グラフだけだとかなり下がってるんでなさそうに見えるんですけども、結構3000枚へこんでる台で5、6角とか、違う店舗さんで見てるんでグラフだけだと戦国乙女4は分からないかなと思います。おい、白夜ステージ59ゲーム、本戦長期待度 45%。 この後なんですよね、何ゲームで軍技いくか。理想は80ゲーム超えての軍技、80ゲーム超えの軍技は結構本戦長に期待できると思いますんで。 OK、 68でまだ走ってないと思いますんで、一応全長開始から12ゲームぐらいで軍技に行きやすいんで。いや全然走ってましたね。72軍技いつもより若干早め。ただこれ白夜ステージ行ったゲームから前兆が開始されてての14ゲームで軍技ならそれはそれで熱いと思います。でこの軍技の内容次第、ただ軍技前半で勝なんでこの後段階段階で強めの前兆に変わっていくかどうか。結構軍技突入から最初の、5ゲーム以内は旗いっぱいとかが来てどんどん弱くなっていくというパターンがあるんで、ただ現在はちょっと弱めですね。これは厳しいです、これは厳しい。ふない、白夜ステージ外れ。まだ参戦してません。お、参戦なし。やっぱ参戦なしは強いっぽいですね。これおそらく天井なんで当たると思うんですけども、さあ639ゲームおそらく B 点です。封いただきました。総投資が54本です。ガルパンと合わせて54本。確か強制の 5% ぐらいでエピソードだいぶ薄いんですよね。スイカだと多分 0.何%の世界。まだ閉まったことないですよ。さあ完全告知から、50
30。さあまだ動画では、やれてないナビなし左リール中段クロバーナビありです。これは弱薬13%、煽りすら来ない。完全告知は本当にナビなしが熱いです。今のところ2回しか経験がないです。完全告知のナビなし左リール中段クロバーは、まあ、ビレッジでいうところのレアパワー持っているところの効果音ですよね。ナビやり、さあ強チェリー 55% でかいやつ、ノーマルやつ、ワンツースリーフォー、強チェの 55% 刺しての OK です。同節走らせましょう。あーデフォルト画面、タツガンスタートを狙ってノー。もう10ゲーム目にステージアップしたらかなり熱いですよ。今砂嵐砂嵐って来てるんで、次も砂嵐だったらステージアップ濃厚だと思います。大抵何もないで終わってしまうんですけども、これ第一で砂嵐来たらやばい。ない。これもし天国の、まあ、97ゲームが規定ゲーム数での当選だとすると AT 初期50だと間に合わないんで、30ゲーム乗せれば天国が間に合います。おそらく大外バトルいた時の規定ゲーム数から24ゲーム以内に、まあ、大外バトル入ったら、天国当選なんで大外バトル勝利プラス出陣ボーナスもできるっていう、うまい展開ができるんですけども、50ゲームだけだとかなり厳しいです。50ゲーム以内に規定ゲーム数いればいいんですけども、大抵天国の時は97とかその辺なんで、30ゲームこの間で乗せれば天国にいた場合は間に合うと思います。で AT 初当たり時の50ゲーム以内のこの祭電はデフォルトです。大抵いきます祭電には。なのでそこまで熱くない。37で8点、これは厳しい。いやーこれは駆け抜けてしまう。このまんまだと駆け抜けてしまいます。さあ50ゲーム消化、204枚で、AT 後逆やステージだと、超通過ループ激濃厚です。ない、まあ、完走後はあの逆やステージ行ってキャラがここにいっぱいいるんですけれども、完走以外の AT 終了後の逆やステージは、超通過ループ、激濃厚らしいんで即やめは厳禁かなと思います。 70% で AT がループすると思いますんで、ただAT 終了後バキュアステージじゃなくても内部的にあの超通過のパターンあると思いますので、 AT 終了後のステージにも、注目です。100ゲーム前半全長なし、200ゲーム前半全長ありで、300ゲーム前半全長ありなんで、これはほぼ A かなと。じゃあ791ゲーム晴天最深部総投資がガルパンと合わせて75本です。奇跡的に吉輝エピソードが来ない。さあ吸引させたんで、最近大ブームのチャンス告知いいね。これスイカ以外だったら味噌なんですけれども、スイカ 13%、でこの後カットインの後に、でかいやつだったらもかなり熱いですけど、中くらいのやつが3ゲーム以上続いたらだいぶミソだと思います。あ、ない。
結構カットインの後まだあの煽りが続いてるっていうパターンあるんですけど、大抵2ゲームで終わっちゃうんで、2ゲーム以上だから3ゲーム以上続いてたら、もしかしたら AT いるかなっていう感じだと思います。お、熱いね。これジャクチェリーでも熱いと思うんですよ。ジャクチェリー強チェリーの場合は大抵2つあってどっちでしょうっていう感じなんですけど、今回1つだけのチェリー、まあ、望むは強チェリーです。ジャクチェ、ただこのジャクチェパターン熱いと思います。単独なんで、この後やっぱダブルナビより単独ナビの方が熱いと、これがデフォルトバージョンなんですけども、またジャクチェ、ジャクチェ、いやいてもいい、まだわかんない。いやーなんか逆にこれチェリーだったら熱い、右波なんで。うわーこれは欲しいね、これは欲しいね。いや弱チェだけど一応右波、弱チェの場合チェリーと後期でこっちのチェリーが選ばれて弱チェっていうパターンがデフォルトなんですよ。今回ベルとチェリーで弱チェで右ナビありますよ。白、わー継続40ゲーム、まだあるまだある、これは熱い。できれば白で告知じゃなくて図柄揃いで AT 入れたい。右ナビベルで右ナビ、これはいくでしょう。ダイナマイト、これただどっちの弱チェでいったか、もしかしたらベルの 1% 取っての AT かもしれないですけど、おそらくあの単独のチェリー弱チェでいったんじゃないかなと予想します。いやー素晴らしい、やっぱチャンス告知なんですよ。さあ40ゲーム終了、あーデフォルト、さあもうボーナス1回で十分ですね。あ、いいね、チャンス目、あと20ゲーム乗せましょう。あと20ゲーム乗せれば80ゲーム消化できるんで、ね、天国にいた場合は間に合うと思います。これ強チェですよね。あと53ゲームの間に強チェを引けるか。いやいいね、いいね、ロックはないけどボーナス高確率中。いやースイカか 10% ビジョン赤か紫がいい、青、いやーこれはこれスイカで乗ってる可能性ありますよ。スイカで乗ったら30ゲーム以上、スイカで乗ってます。ただキャラクタープッシュがない、30からのあのスイカの 10% のボーナス取ってたらかなりうまいですよ。そして天国いた場合は絶対間に合います。もう90ゲーム消化できるんで、79で80回路か、残り10ゲーム。通常時は80軍技、81、82軍技熱いんですけど、 AT 中のこの80回路はそこまで熱くないと思います。今日初の山間チャンス履歴を見ます。1個前の履歴が来やすい説なんですけど、右左中なんで、右左中はもう自分の推し順の中ではないんで逆押しでいきます。ただここで本当にやらなきゃいけないのは右左中です。だからこれで右左中だったらまあ正解にします。でも今回は逆押しでいきます。おお、右左中なんでこれは正解です。1個前の押し順と、重なりました。いやーいないかー、今88ゲーム、ここでないってことはないのか。90ゲーム消化です。おっ
と弱攻撃、油断はできない、油断はできないけどロックはしない。弱薬か 50%314 枚です。ポイント0から13ゲーム目、第1位安の服が挟まってルーいったー、605ゲーム、14の5ですね。一気に3連続でチャンスゾーン入ってます。もう5回目のチャレンジですよ。総投手は87本、ようやく5回目にしてようやく4、41、2、3、4、5、6、46人目でようやく9位です。今日はさあ元成さん1人625ゲーム、ラストボーナス、もう一回チャンス告知。やっぱり、ね、チャンス告知が一番面白いっていうことに先月気づきました。継続継続継続、終わりです。さあこの辺で、うん、天国見て終わりですね。で今回のダブルの調査なんですけども、まずは戦国乙女4、待って19ゲームから戦国乙女4、お隣さんが直撃2回とそのお隣さんも、プラス1機です。朝からずっと粘られているんでもしかしたらあるかなと思います。この台に関しては6000枚弱ぐらい吸い込んでますが、個人的なチャンスが14分の5ということで悪くはないですね。チャンスオンだけ見ると40ゲームも1回だけありまして、まあ、直撃は確認できてないんであれですけども、ちょっとないとは言い切れないような微妙な感じです。まあ、おそらくないと思うんですけど、まあ、今回は3分の2であったのかなと戦国乙女方はチャンスが、バイオ RE2 は、いつも通りボスクリーチャー、もう一覧の方がちょっと分からないんですけども、この後ちょっと、見ていきたいなと思います。ビレッジは朝からもうフル稼働、今は真ん中の台だけ空いてるっていう感じですね。ちょっとビレッジに関しては打ってても設定推測難しいんで、天国ないか。75軍技です。で今日は、総投手88本ということで久々にだいぶマイナスなんですけれども、今日のミソポイントはチャンス告知のあのボーナスですね。あそこがだいぶミソポイント高かったです。あの法則はっきりと分かってないんですけど、実戦上あの単独チェリーのジャックチェリー、あれはねやっぱり熱いと思います。やっぱ基本ダブルナビなんですけど、単独ナビはミソと今日改めて分かりました。確定ではないと思うんですけど、ダブルナビよりは熱いと思います。やっぱ戦国乙女4打ってきて悔い残ったことは今のところ一度もありません。さあということで、いやまだだな、チャンスゾーンポイントがあと25ポイントなんでこれだけ見ましょう。
さすがに外交一戦の赤文字は外したことないです。 OK、 119ゲーム乙女アタックできますの。ちょうどクレジットが終わってしまいました。さあ256分の1でプレミアムです。終わります、今回の、ウエスタン葛西店様、だいぶ学びがたくさんありました。ガルパンにしろ戦国乙女フォーにしろ学びがたくさんありましたんで、いい経験ができたなと思います。90本、この90本は、次につながる90本だと思いますので、今日はこの辺で終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。